はい、じゃあ行こうかね。まあ、セーブはしたから、とりあえず、ミストノックス。ボスおるんで、ボスおるのは分かってるんです。ボスはおるんで、まあ、じっくり行きますよ。とりあえず今回も、まあ、いつもロープレで、だいたいそういう感じでやってるんですけど、雑魚敵からはもう、基本逃げない。もうよっぽどめんどくさいことがあれば、別に逃げない縛りをするわけじゃないんですけど、基本逃げずに行くことで、途中のいらないレベルアップ上げみたいな作業をちょっとなくそうと思ってます。で、もちろんですけど、最速でクリアするみたいな動画じゃないです。普通にクリアするっていうのを目的にしてるんで、まあ、本当に普通に、楽しんでクリアしていきたいと思います。あれ？これ、4ってバー出なかったっけ？ 5 からか。バーっていうのはね、戦闘中のね、次これ、次この人よみたいな。あれ、出なかったっけ？ないか。そんな設定ないもんな。そうか、なかなか辛い戦いになるな。5だとね、次の行動までのタイミングがわかるんですけど、引き返しなさい。何もだ。いやー、幻獣やろ、そら。そら、幻獣やろ。ジャンプしてみますか？ジャンプ。はい。カインの竜騎士の、はい。いいねー。強っ。いやー、かっこいいわー。セシルもカインもかっこいい。またちょっとアプリの話しましょうか。ファイナルファンタジーレコードキーパーというアプリを、まあ僕もやってて、最近ちょっとね、ご無沙汰なんですよ。というのもね、僕の好きなキャラクターがなかなか出ない。出なかったり、不遇扱いをされてたりして、もうイライラしてあんまりやらなくなっちゃったんですけど、まあ例えばセシルもカインもそうですけど、もう、もっとね、こいつらをね、優遇するべきですよ。こんなにかっこいいのに。だいたいね、ドット絵が売りのゲームなんですよね。そのアプリは。で、しかも、アビリティを付け替えたりするっていうのがもう最大の売りなんですよね。こんなもんね、どう考えてもファイナルファンタジー5のシステムなんですよ。ドット絵。ね。アクティブバトル。ね。で、アビリティを付け替える。その5をそんだけ採用しといて、5のキャラクターを不遇扱いにするってどういうことやねんと、ほんまに。意味がわからん。まあいいっすけどね。まあ5が来るまでは僕は、5とか4がきっちり揃うまでは、で揃うまではちょっと待ちます。今だから僕メインキャラクターはセシル。暗黒セシルですから。当然暗黒セシル。またね、暗黒セシルが好きなんです僕は。ビジュアル的にも。どうしよう。もうボスやと思うねんな。僕の記憶ではもうボスなんです。ちょっと回復、勝てるんかな。レベル1個しか上がってないぞ。大丈夫かな。すぐに立ち会うのです。この声の主が幻獣なのか。勝てたかなこれ。大丈夫かな。バロンのものですね。バレてる。誰だ。ここで引き返せば危害は加えません。即刻引き返すのです。姿を見せないか。返す気はないのですね。はい。このボムの指輪をミストの村まで届けなくてはならないんだ。ならば仕方ありません。霧が集まる。うわー、来たぞ。出た、ミストドラゴン。弱っ。かっこいい、ボスの音。ああ、もう超かっこいい。たまらんな、これ。たまらんっすね。こいつは多分霧に姿を変えると思うんで、あ、変えた。変えたら、カウンター食らってしまう感じかな。やっぱりねーっと、回復しておきましょうか。霧は全ての攻撃を無効にする。
攻撃すればドラゴンのブレスやられる。絶対表した時が倒すチャンス。はい、OK です。てか全然食らってないわ。余裕ですね。おとき、いやー、かっこいいわー。あー、本当にかっこいい。じゃあ行こうぜ。入った。ジャンプ行っちゃってー。ジャンプは空飛んでる敵とかに特攻ですけどね。基本は。まあでも強いですね。1.5 倍ぐらいのダメージが入ってる感じですよね。あった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 。一発はもらってしまうな、どうしても。あれ？来ない。最高。ジャンプの場合は大丈夫なのかも。ジャンプも基本無制限です。よっしゃよっしゃ。楽勝。さあ到着、ミストの村。ん？指輪が光る。あ、お、やばいやばいやばい、ボムの指輪が暴走。あいたたたた、これせや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 、これね、これはこのために僕らはここまで罠というかこの村を焼くため、焼き払うため、悟空があの最初に地球に送られた理由と全く一緒ですね。なぜだバローン、えんえん泣いてる泣いてる、あれはうわー、 お母さんのドラゴンが死んじゃったから、お母さんもええ、うわうわ、お母さん殺すの俺らやん。そういえば聞いたことがある、魔物を呼び出す力を持つ者、確か召喚師、まさか僕たちがあのドラゴンを倒したからこの子の母親も、はあ、じゃあお兄ちゃんたちがお母さんのドラゴンを、まさか君の母さんを殺してしまうことになるとは。言わんかったらええの、言わんかったらええやん、もう言うなて。もうどうやら陛下はこの村の召喚師を全滅させるため俺たちをここまで、なんてことだ。かわいそうだがこの子もやらねばならんようだな。待て待て待て、おいカイン、やらねば俺たちがやられる。子供だぞ、陛下に逆らえるか。こんな殺戮を繰り返してまで陛下に従う気はない。ふっ、そう言うと思ったぜ。一人でバロンを抜けるなんてさすやしないぜカイン。いくら陛下に恩があるとはいえ、竜騎士の名に恥じる真似をできるわけがなかろう。じゃあカイン、お前も。だがバロンは世界一の軍事国、俺たち二人が生きがったところでどうにもなるまい。他の国に知らせ援護を求めんとな。ローザも救い出さんと。ありがとうカイン、別にお前のためじゃないさ。ん？こいつもローザのこと好きなんや。それよりここは危ない、早く村を出ないと。あの子はどうする、僕らが連れて行くしかあるまい。さあここは危険だ、僕らと一緒に。いや、そらそうやろ、おかん殺したやつやろぞ。やむをえん、無理やりでも女の子付き合わないで。待ってくれ、もういや、みんなみんな大嫌い、わわわわ、もういや、わわわわわ、あかんやつ呼ばれた、あかんやつ、わわわわわわ、あかんかん、めっちゃ強い、あんなことできんの。タイタンさんがのせいでこんなことになった。地形が変化した。すごい能力持っとんな。あれ？カインがいない。よかった。この子は無事か。カイン、カイン。カインがいない。いつまでも ここにはいられない。この子を連れて逃げないと。カイン、生きていてくれ。あっちゃー、カイン。あっちゃー。どないなったん、これ。
どないなったんこれ。ちょっとセーブしましょうか、セーブ。はい、メモファイル。メモファイルは危ないからね。ちょっと30分ごとのセーブはちょっと忘れないようにしないと。広いな、砂漠。どこ行ったらいいんやろ。うわ、辛いな、辛いな、これ。うわー、素晴らしいな。やっぱりスーパーファミコン第1弾なんですよね。スーパーファミコンに移植じゃない、スーパーファミコンにハードが変わった第1弾が、この、第1弾での、ファイナルファンタジー。ごめんなさい、もう何言ってるかわからん。ファイナルファンタジーのスーファミ第1弾が、FF4 なんですけど、やっぱり衝撃の綺麗さですもんね。綺麗になったというか、うわ、うわわわわわ。見えてへん見えてへん。どうしよう、目薬あったかな。ないで、あった。やめてよ、もう。入った。まずいな、非常にまずいぞ。どうしますこれ。セイトンってどないなったっけ。なんか毒消しがもう、毒消しがどこかにセイトンがあったような、あった。よし、テント張る。このままではまずいですけど、もうちょっと行ってみる。あー、きついな。暗黒で処分するか。暗黒は多分魔法扱いだと思うんで当たる。ただ HP が減る。うわー、なんもないやん。下や、下か。砂漠を避けて。デザートサハギン。砂漠を避けたはずだHP が。よしよしよし。ポーションで回復しつつ、この戦法で行くしかないね。とりあえずは。あかんで？大丈夫か？これ。あかんのちゃう？当たらんな、やっぱ。あかんやつか？え？え？めちゃめちゃ弱い。こうなったらこれだ。うでぇ。かよ、そんなもん。この暗黒騎士様に。おら。よしよしよし。オッケー。そう、なんもない。マジか、なんもない。街的な、オアシス的なものを。うわ、結構食らうな。ふい。しゃ。見える。あ、なんかある。あ、違う。なんもないし、マジかよ。どうしたらいいのこれ。非常にまずいよ、これ。完全な迷子ですね。テント行こうか。とりあえずこれで、多分、まあ、目が見えてない状態は脱出すると思うんで。あれ、何にもないやん。でも暗黒の方が楽やな。
ヘイ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 。ちなみに、ファイナルファンタジー4は、ジョブチェンジのシステムはありません。あった、洞窟あった。洞窟行かなあかんの？こっから。ジョブチェンジのシステムはなくて、全員がそれぞれ固定で職業についてるっていう感じですね。マジかよ。あ、誰かいた。誰かいた。なんじゃお主は。ここから先は魔物の巣窟じゃ。お主のような若造には危険すぎる。カイポにでも戻るんじゃな。え？カイポ。カイポという村があったんやろね、多分。それをスルーしてきてると。おそらくね。その情報が今わかりましたね。ないってカイポなんかどこにも。そんな変な祭り。カイポかカイロかパイポか知らんけど、あの老人は名前は知ってますけども、まあテラです。テラ、マジックマスター、マスターウィザードですね、やつは。いやーちょっとまずいね。カイポが見つからんという緊急事態ですよ。ないもん。じゃ、ほんまにないねん。ほんまにないねん。助けてくれ。助けてください。じゃあ。レベルが上がるのはええんやけどさ。綺麗になんか避けてきたんでしょうね、多分カイポを。本来なら余裕で見つかるんだと思われるんですけどね。臨分までに決める。ガトツ。はい。あ、あった、あった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 。よし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 。ああさ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 あ。ああさあさあさあ。オアシスの村カイポ。この子休ませないと。どこで休ませる？宿屋か。とりあえず宿屋か。いらっしゃいませ。おや、お嬢ちゃんの顔色が悪い。さあさあ、早く部屋へ。お代はいいからどうぞ。すまない。めっちゃええ人やん。めちゃめちゃええ人。気がついたね。まだ名前を聞いてなかったな。君の母さんは僕が殺したも同然、許してくれるわけはない。ただ君を守らせてくれないか。受け入れんのか？ほんまか？こんなんで受け入れる？あ？どうした？うわ！バロンの兵隊ちゃう？ジェネラル、見つけたぞサシル。待ってくれ、バロンは。その王のご命令だ。ミストの生き残りのその子供を引き渡せば許してくださるそうだ。ミストの者は危険な存在らしいのでな。なんだって？さあ、その娘を渡せ。断る。うわ、バトル。バカ野郎。誇り高きバロン兵の、バロン兵のその誇りを忘れたんか。撤退。撤退しとった。守った、守った。見てた、見てた。見とった、見とった。よし。ごめんなさい、私のせいで。謝るのは僕の方だ。それも謝って済むようなことじゃない。でも守ってくれた。それに、あなたイケメンだし。私、リディア。ありがとう、リディア。召喚士リディアが仲間になった。きたー。
このね、リディアがね、なかなかええ女なんですよね。僕はもうローザよりも全然リディア好きやからね。幼女感が、今はちょっと幼女感がありますけど、決してそれだけで終わる女じゃないですからね。賢者のテラ様と娘のアンナは親一人子一人で仲が良かったが、アンナが家出をしてしまってな。テラ様は、間違いなく先ほどのおじいちゃんですね。ポーションをまた買っておこう。砂漠で乾ききった喉にカイポ特製ビール。いや、僕は旅の学者、ダムシアンの東のファブールへ研究に行きたいんだが、地下水脈に変なじいさんがいて、通してくれないんだ。ダムシアンの東にあるアントリオンの洞窟には王族しか行けねえらしい。俺たちでも行けりゃいい商売になるんだけどな。あら珍しい、最近増えた魔物のせいでお客もめっきりですの。ふむふむ。あえて装備いるかね。あ、ネミングウェイがまたやる。あー、まあ、リディア用って感じかな。買ってしまうな。ファイブのパターンじゃないな。かわいい。ほら。もうかわいいわ。ほら、持ってた。持ってたパターンのやつ。で、これは、ちなみに、4は、こことこことここが前衛で、こことここが後衛なんです。ちょっと分かりにくいですけどね。だから例えばセシルここでもいいですし、これも結構面白い要素の一つかな。まあ、リディア魔法使いなんで、まあ、召喚師なんで、基本的には何もいらないです。地下水脈なら北東だよ。でも最近8匹のスイジャが出るんだって。スイジャ。水の蛇ですか。アンナを愛する人ができたの。でもテラ様が許さなかったばかりにこのカイポを飛び出して。おお、あのジジイやっぱなかなかちょっと偏屈そうですもんね。ダムシアの踊り子に志願に来たのに地下水脈は魔物でいっぱいで、見てくれる？私のシンクロナイズド。お、いったー。おー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 、すごいな。生活排水が流れ込んでる川ですよ、ここ。大丈夫か、これ。あ、お疲れっす。お疲れっす。北にある城が砂漠一帯を治めているダムシアン。王子様は女性のように美しいお姿とお声をしておられるそうだ。はい。バロンから来た娘さんが村の前で倒れてたんです。かわいそうに高熱病にやられて、上言でセシル、セシルと繰り返すだけで、え？ローザやん。うわ、ローザ。ローザ。来たんかよ。セシル。死なないで、セシル。高熱病を治すには幻の宝石、砂漠の光が必要なんじゃが、アントリオンという魔物が住む洞窟にあるんじゃ。なるほど。そこは王族しか入れない。ということは、まずはダムシアン城に行って、王族の人を仲間にして、そして、アントリオンの洞窟に行って、アントリオンから砂漠の光を取って、ここに戻ってくる。わかりました。妖怪でおま。おわ、いっぱい行けるやん。すげえ、チョコボ。なんも無理やん。あれ？魔法、あれ？チョコボだけか。あ、ブリザード覚えた。あ、覚える方式か。ちょっと、ファイナルファンタジー3と、まあ、やばい。3と5をやってきた人間としては、ちょっと斬新ですね。魔法といえば買うものなので、リディアのレベルすぐ上がりそうですね。この感じだと。はい。サイトロー覚えた。おそらくテラも仲間にできるんでしょうから、テラを仲間にしてから戦い
った方が多分ケア使ってみようか。いいね、いいね、いいね、いいね。よしよしよし。テシルはやっぱりね、そら赤い翼の隊長ですから言うても強いよ、そら強くなってますわ。こういうところがやっぱりね、ちょっとやっぱスーファミになってやっぱ進化したところだと思いますね。その全員がレベル1から始まらなくてもいいんだっていうね、そういう感じをちょっと、そういうスタンスを感じるというか、会議であったんでしょうね。これ暗黒騎士のセシルねって言って、あ、セーブしよう、セシルがねって言って、これわざわざこれレベル1から弱い状態から始まるっていうのはちょっとやっぱ矛盾してませんかね。そうか、ロープレって言えばレベル1から始まるのが普通だろう。いやー、でもやっぱりね、ストーリー上ね、もうレベル10とかぐらいで、もうその辺の雑魚なんかは余裕だみたいな感じにしておく方が面白いですよ。ああ、それもありだな。あえてそれもありだな。じゃあそれで行こうか。で、多分なった。と思う。はい。ということで、次の動画に移動お願いします。